はい、はい、どうも、はい、皆さんこんにちは。はい、ということで今回からマイクラ実況というわけで、スマホ版のマイクラで、スマホ版というかね、グローバル版っていうのかな、のマイクラをやっていきたいと思います。ね、さあ落ちた、落ちたぞ落ちたということで、自己紹介をね、じゃあ君から。はい、はじめまして、サンタンと申します。サンタンでーす。ちょっと無反応やめて。じゃあこの、はい、いた、あ、ごめんて、痛い。この熱そうな格好をしているジャングルでこんなモコモコの着ぐるみ着ぐるみしている。はい、どうも、Cです。いつもは PS4 でゲーム生配信中心にやってます。お願いします。それ目開いてます？開いてるよ、見えてる見えてる。そう、なんか目閉じてるようにしか見えない。っていうか鳥いるじゃん、鳥、やば、鳥初めて見たわ。オウムじゃん、オウム、オウム。種あったら懐くよ、マジで、やば。肩に乗ってくれたりするんだよ。え、え、ちょっと待って、パンダもいるじゃん。あ、本当だ、え、ゾンビがいる。え、そして夜なんだけど。待って夜、ちょっと待って。あ、マジ。ということで、ちょっともくもくと今、あと僕ね、にゃんまる、にゃんまるです、にゃんまるです、僕にゃんまるで、にゃんまるで、この3人で、この3人でね、このマイクラをやっていきたいと思います。はい、はい、ということで、ちょっともうお願いします。いきなりちょっとやばい展開なんですけどね、どうにかしよう、どうにか。木を切るか、とりあえず。切こった。お、早、夜だけしのげればとりあえず。夜になってしまった。作業台ここにペッて。やべ、作っちゃったよ。ま、ん、マルチあるあるね。マルチあるある。泣き方がすげえ。なんかね、20チャンクぐらいの近くにいるモブの泣き声を真似するらしい、オウムは。へえ、そんぐらい泣き方気がする。そんなに。そう、あとはその懐くと肩に乗ってくれたりとか、ジュークボックスで音楽流すと踊ったりとかするみたい。あ、それめっちゃ可愛い。へえ、パンダもいるぜ、ここに。とりあえず、パンダはね、竹渡したら手で持って食べるよ。でも敵いないな、敵。コアビーンズ。灰色のオウムもいるぞ。すご。灰色のオウム。あ、ごめんて。パンダ殴ってるとこ見てしまった。やばいやばい。パンダって殴ったら確か攻撃してくるんじゃなかった？嘘。すごい寄ってきたけど、いた。ほら、え、いた。どこだよ。ごめんて。あ、でも一発に一発なんだ。ちょっと人間っぽいな。本当？よかった。ゴーレムみたいな執着心あったらどうしようかと思ったよ。とりあえずあれですね、ベッドとかが欲しいですね。羊がね。ごめん。羊はいないね、やっぱり。まあジャングルだからな。ジャングル抜けないと多分手に入らないな。おい、CPU はこれ何してんの、これ。ん？これとりあえずモンスターしのぎるスペースを。なるほど。ちゃんちゃかちゃんちゃん。なんで今、コウメだ言う？それで乗っていく。ちゃんちゃかちゃんちゃん。あ、見といた。あ、ちゃちゃんちゃちゃんちゃん。ちゃんちゃかちゃんちゃん。あ、ちゃん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 。あちこちに作業台置きすぎじゃね？みんな作ってる。誰か松明班いますか？松明班。いや、ちょっとね、石炭ないんだよね。これ今結構とりあえずホラーの。あ、君下に掘ってんのか、 CPU。 そうだよ、アンチを、ね、確保してる。そうこう言ってるうちに朝が来ましたよ。うわ、わかる。空が閃めてもうそのホラー穴は必要なくなってしまう。移動するかい？よろしい。移動するかい？移動する。え、ジャングルで生活するの？いや、それは嫌だけど。ベッドがない生活。あれじゃない？村の近く。あ、でも村の近くだと村人が入ってくのか。
あー俺頑張ったな。まあ村があれば村の方で、まあね、あ、町を形成していくか。じゃあまあ村があったら村で、じゃああれだ、草原があったら草原で家を作ろう、ね、自分たちの町を作っていこう。だから あそれいいね、町作りたいわ。とりあえず移動する。じゃあとりあえず、ね、移動しよう。スイカを見つけたら、あのスイカを回収しながら行くんだ。よし、よし、じゃあどっちの方向行くか。カカオ豆欲しいな。でもカカオ豆5個ぐらい持ってる今。来ないだろうな、またわざわざここまで。え、ジャングルの近くにさあればよくない、あれが平原が。そしたら確かにね、そこで作ればいいんだよ。竹ってどこで。あ、そうだ、竹も持ってかないと。竹もジャングルになるよ確か。竹欲しいよ。あの個人的に足場が作りたいんだ僕は。足場、あー、あれ便利よね。そう、足場がすごい便利だ。あのエレベーターみたくどんどん上に登っていけるっていう、下にも下がれるっていう。前そのなんか小学校にある登り棒みたいなやつ。あ、なんかジャングルジムみたいな。あ、あったあったあった。あ、そうそうそう、ジャングルジム。あったよ竹。いいだったよね。やったー。お、これって増殖できるんだっけ？うん、できるできる。わからない。おりゃ。結構スピードすごいよ。へえ。ごめん取った。あ、スイカだ。すごいじゃん。死なないようにいかないとダメだから。死んだら、ね、あの合流できないっていうか、あのそうだ、リッチがもうあれだ、初めに行っちゃうから。一旦あの山登ってみ、登ってみない？いいよ。山の上行く。見渡すために。これ大変だな、上行くの。やばいね、行けなそうかな。どっから行くの？そっち？お、あ、ツタで行くのね。そこ行けないかな。これでも下を伝って大変だな、これ上行くの。はい、今ダメージ。ああ、じゃあ大丈夫。ああ、やばいやばいやばい、待って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 、おっとごめんで、危ねえ、めっちゃごめん、今のはごめん。ああ、来た来た来た。これでちょっと周りを見たい。あ、砂利よいしょ。砂利はうざいな。あ、開いたけどよ、上登れねえぞ。あ、ジャングルしかないなこれな。でしょ、広来た。なんか浮いてるし、あそこねえ、あそこだけ土浮いてる。なんで壊しとこう。うわー、何も見えない。ジャングルしかないね、見渡す限りのジャングル。なんでてっぺんにスイカ。すごそうなあれがあるね。なんであそこにスイカがあるのか、いや分からない。とりあえずジャングル抜けたいね。ちょっと抜けたいね。永遠に歩くしかないよ。これはもうジャングルはもう用なしだぜ。ご飯大丈夫みんな。スイカ食ってる。あれで道中で拾っていくしかないでしょ。よし、とりあえずは夜とかになっちゃうから。あ、そうだ、やばいやばいやばい、時間ないよ。あんまり考えたくはなかったけど、パンダって肉になるのかな。なんだよ、聞いたことないぞ、パンダくん。なんないからやめとけ。パンダって肉を落とさないのかな。こっちまっすぐ行こう。してください、ジャンプ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 。肉落とせ、肉を。ちょっとそうそんな感じで、もういやでもちょっと時間ないな、マジで先進まないとダメだ。ちょっとねこっち、ま、たあ、えこっちも、いや回ろう回る、いや上登れるよここ。いやこっちツタで、いや上までついてる。うん、ここ行けるよ、行ける、向こうやめて、入れてって。ああ、出たジャングル。よかった。あ、っていうかよかった。やばいやばい、竹の場所出たわ。お、いいねそれは。竹超いっぱいある。やばやばい、え、キモ。お、
キモキモ痛い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 、なかなかのダメージ。危ね、竹超いっぱいあるわ。しかも今向かってる方向の右側にジャングル、うん、じゃない場所があった。あ、マジ。すごっ。ちょっとね、CPU がね、うん、重すぎて回線落ちしたらしい。あれ通話からもいなくなったわ。竹回収してこう。竹って何で早く取れるんだろう。わかんない、うん、あれじゃ、斧じゃない。斧っぽくない、なんか、一緒な気がする。映える。土を掘った方が早い。いいね、竹マジで。いいね、いっぱいある。大変だ、ジャングルを抜けよう。やばい。いや、あいつはサンタ待たなきゃいけないのか。サンタ、とりあえずじゃ あ, あちょ穴掘るか。オッケー。あ、それかうちあれよ、木材いっぱい持ってる。じゃあ、あの簡易的なバリケード作ってくれ。オッケー。